ゆきさん、ゆきさん、番組完全におうち時間してる。始まりました。今日もゆりやちゃん。はい。何する？磨きましょう。これ渡されたんだけど。もう磨きましょう。この定位置まず何？この線だと分かんねえ。手でやるの。基本手ですよね。もう1時間。うわー地味。いやー私これ1200いつやめていいかもまた分からない。します。どけてどっかしょさあ、もう全然ね、換気もしてるんで3密ではない。はい、1200のやめだって、ね、言われちゃう。え、なんかやばくない？綺麗になってる、すごい。私意外とこういう作業は嫌いじゃないんだよ。なんか途中で投げ出しちゃいそうな。意外とね、黙々と、うん、でもカメラに向かって喋るのめんどくさいからって頼んだ。その役は頼んだ。何喋ろう。中野さんの塗装の時に言ってましたね。そういう結構地味、地味っていうかコツコツ系の作業好きっていう。そうそう、うん、人と喋りたくないやっぱ。ボソッと人と喋りたくない。おーい。あ、でも見て、おー綺麗、輝きが出てるね。うん、反射してる光。この傷をどんどん直していくってことだよ。うん、でそれ全体的に今やる。ここだけ。あ、まあでもここ一回でも線場で磨いちゃった。半分、最初半分やろうと思ったけどもうここに集中した。うちペーパー当てないでいいの？なんか当てないで全然綺麗に。ペーパー当てた方が綺麗にはなるよ。どうなんだろう。でもそこからのなんていうの、その地道な。そうだ、こっから。え、それ今なんだ。やめとけ、もう分かんねえ。え、これとこれがどっちが？そう、これかだよね。もう赤と青の間ぐらいだと。これが？はい。もう次いきなり7500。だから青行っていいと思う。青？いきなり7500？3000から？その間ねえの？5000とか。だからそれが多分これが5000とか。ああ、そういうことないかなって思います。じゃあ本来だとその3000ぐらいから行った方が良かった。1500。そして何番ですか？1500。この番手の違い。3000しか変わらない。ああ。素敵。あ、濡らしながらやった方がいいわ。完全に効いてます。うん。確かに。確かに。修行。フリートークでもいろいろ喋ってもうみんな、うん。ゆりやちゃんがどんなんかなんとなく分かっただろうけど、うん、もっと話すか、深掘りしてく。深掘り、もうメカドルのことは大体もうみんな知ってるじゃん。もう深掘りすると本当なんかボロしか出ないみたいな感じですよ。年齢は今年 20？ 今年27です。今年 7？ 今年7です。いつ？6月っす。あ、そろそろじゃん。もうちょい。何する？え、してくれんすか？なんか何する？え、するよ。何しよう。何する？何がいい？誕生日記念大役みたいパーティー。やだーやだー。ちょっとね、休憩挟んで、はい、再開です。はい、ジミーズ。黙々と、まあ、私このペーパーの2000番、ペーパーは2000番、こっからこっちの液体コンパウンド。はい、いや結構綺麗ですね。うん、すごい綺麗になってきた。でも最初のやめ時がさ、マジで全然わかんないね。え、こんな綺麗になるんだ。なんでやんなかったんだろう。私だってこの最初のすげえ曇った状態で多分何年も乗ってて。そうだよね。やばい、こんなことになると。
いやなんかさ、3000でこの傷が落ちるのかな。やっぱ1500、2000っていうのをもうちょいちゃんとやんなきゃ。ケーキを買ってあげましょう。ケジャドラえもんこれさ、このまま行っていいのここにつけて。あ、金つけた方がいいかな。え、金属の本当は替えのバフがあるのがいいんですけど、替えのバフないの。ちょっと液体がなくなるぐらい。最高な気がする。なんかさっきのあのシャッコシャッコシャッコの工程が完全に覆される。うん、1500だな。え、これだいぶ見るとき来たんじゃない。いや、すげえ綺麗。これめっちゃなんか綺麗になってるよ、ほら。いいんじゃないの。重厚な時に走ると眩しい。すごい。だいぶ、だって元これでしょ。そう、元これ。全然違う。元これ。確かに。どうですか、これ。全然違う。全然違う。何これ。汚っ元汚っ。楽しいんですよね。違いが分かる。うん、違う、変わってくるの。変わってくれるのは。これダメです。回転工具を使うときは紙は結びます。確かに絡まったら終わりだ。不安全行動です、これは。TV チームの女子たちはステイホームしてますね。これ最高なステイホーム習慣だ。楽しくて仕方ない。うん、もう止まらない。止まらない。ああ。怪我。違うとこ攻めてくから、ユリアと違って。ああ、そんな甘いことしてないから、こっちは。仕上がり、こんなんで満足してんだったらまだまだだな。こっちは違うところ行ってるから。狙います。急に沼から。挑発が。まだまだだな、そんなんで。そんなんで。ちきしょう。満足してるなんて。ちきしょう。ただね、成果物の差は大きい。何がつまんねえって、これね、やってるやつ。そう、自分のものでも何でもないっていう。何がつまんないってそこですかね。完全におうち時間してる。完全におうち時間してる。ちょっと縦傷消えね。これ何番の傷だろう。もともと？もともとはない。まあもともともあるよね。これだいぶ綺麗になったんやないこれ。見て。え？もうなんか表面じゃないですか。え？だいぶ綺麗だけど。ちょっと。でもさ、ちょっと傷、この傷何番の傷だろうな。だいぶ綺麗だと思います。うわ、わかんねえ。カメラじゃ、カメラだとほぼ表面。うん、傷はわからない。確かに。いや、これ何番の傷だろうな。元からのもっと深いやつかな。それを消すとなると本当に200番とか。そうだね。200番ってもう800番ぐらいから。800番足付け。200、400、800、1000。いや、この300でどこまで消せるかな。だってあとはもう傷じゃないもんね。仕上げとか入れるじゃないですか、ね、だって液体だと300、3000が傷消すみたいな感じだもんね。液体よりも水分の3000円が。やばいっすよね。
何本当に何キュキュッと洗剤の CM みたいになってる。この音が鳴るってことは、うん、鳴る？いや、なんないっす。いや、めっそうもない。まあ、ちょっと、え？え、これでももうここまで行ったらカメラ分かりません？分かる分かる、絶対分かる。これいやでもピントがね、ここだな。いやでも、これすごい。元これだよ。元これ。え、元はもしかしたらハンドルより、うん、ピントこれ、ハンドルより汚かったか。え、すごいね、こんなになるんだ。やっぱ職人ですね。分かる、職人技すごい。これみんなすげえいい暇つぶしになるよ。たかがこれでもなんか楽しかった、うん、確かに達成感みたいな。自分のそれだったら、いやこれだいぶ、まあ、頑張ればここまで行くんだよ。でもちょっと持って帰る。え、家に持って帰る。宿題っすか。やばいな、最高じゃんこの宿。一番この木240とかありますね。240は結構荒い。240ってやばくないですか。だって240これだね。もうザラ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 、砂利レベル、砂利。もうなんかここにこすりつけててもいい、うん、もう爪とかも多分むけちゃうから、うん、確かにいいんじゃないか。気に入ったんそれ。いや、まあ、まあ綺麗だね、バランスは全然綺麗、うん、綺麗になりました。だいぶよかった。でもこれの張り替えとかできない。そう、これの張り替え考えたんですよ。ただちょっと、ね、これってどうなの。そう、どうやってやんの。いや、なんか目立つかのやってくれるとこがあって、うん、やってくれるとこあるから自分でもできるもんなんじゃないの。でもこれ専門的な技術が必要だったり、うん、でも私マツダのディーラーの時にハンドルになんかこう親指のここっていうの後付けできるオプションがあって、うん、なんか縫ってやったよ。剥がしちゃえばね。こことかがちょっとどうしてるか分かんないけど、そうそうそう、ここちょっとどうしてんだろう。まあ多分これ後ろでこれ切って、あの車だとこうやって剥げてても変じゃないからいいよ。確かに、ね、なんかそれが普通じゃん。暖房とかで剥げてたらさ、うん、貧乏人臭いけどさ、うん、逆にそうなんか変じゃないもんね。あの、なんだろう、年式相応なのかなみたいな。貧乏臭くないっつうの、剥げてても、うん、産後は多分ハゲてたら超貧乏臭いよね。確かに、ハゲてても貧乏臭くならない車って結構いいよ、うん、いいのか悪いのか。いいでしょ。いいのか悪いのか。完成。はい、完成しました。こんなたかが適当にっていうか、まあ、ちゃんと段階を踏めば、はい、これ大体これヘッドライトでもいいからね。うん、ヘッドライトもすっげえ頑張れば新品ぐらいのクリアに戻る。あの黄ばみがどうっつっていろいろスプレーとか泡とかあるけど、それよりはやっぱりこの1000番とかから始めてってこうやって段階踏めばこうなる。だし、言うてしまえばボディでもできる。ボディでもできる。コンパウンドだけを。確かに。いやでもこれでもボディ1000番かける勇気ないけど、さすがに2000番塗装とか塗装が、うん、ちょっと1000番かける勇気ないけど、うん、だって塗り終わった時は1000番ぐらいかな。まあそうですね、入るし、うん、うん、そうですね、まあ1000番ぐらいなら、まあでも2000ぐらいかな、ボディだったら、うん、ちょっと怖い。こうなるよ。でもボディですよ。何日やりますね。何日やります。オールペンした方が早いんじゃない。その1位やります。家に持って帰ります。確かに。ということで皆さん、はい、自粛期間中、はい、おうち時間はぜひ金属磨きで磨き職人にね。だって曖昧まで3日ぐらいかけてやったらもう相当だよ、うん、で意外とまあそんな高くないからね、一個一個が、うん、まあ、ペーパーが1枚から売ってなかったりとかするからそこはあれだけど、1000番2000番なら多分1枚1枚から売ってるかな、うん、だからこれいいじゃんね、うん、宿題ありです。これ持って帰って。え、私本当にやりますか。え、何。え、やります。ということで今日の会議はここ。